日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は僕のお父さんのルーティンについて。お父さんの毎日。はい、こんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？家族シリーズやってますね。最初は僕のおばあちゃんのルーティン、そして僕のお母さんのルーティン、そして今回は僕のお父さんですね。お父さんのルーティン。僕のお父さんは実はまだ仕事をしてます、ね、僕のお父さんはサラリーマンだったけど今はフリーランスになって自分の仕事をしています、だけどあんまり忙しそうじゃないですね、毎日、まあ朝ですね、まず朝早く起きて、まあ僕の家族朝早いですね、朝早く起きて、朝ごはんを食べてすぐに仕事を始めますね。僕のお父さんはいつも電話をしてるな、電話をしてる、いろいろな人と電話をして、なんかいろいろなあのスケジュールですね、スケジューリングをしてますね。そしていろいろなペーパーワーク、なんかまああのインボイスですかね、その請求書、日本語で請求書と言います、インボイス、インボイスを書いたり、まあ、エスティメイトのなんかあれですね、見積もりと言いますね、見積もりを書いたり、まあお金のことですね、お金のいろいろなドキュメントを作ったり、午前中はいつもそういうことをして、まあ昼ご飯、お母さんの作った昼ご飯を家族みんなで食べます。昼ご飯の後はちょっとあのお客さんに会いに行ったりします、車に乗って、まあ、ミーティングですよね、ミーティングに行く。まあそしてまあすぐ帰ってきて結構ゆっくりしてますよね、午後はゆっくりしている、まあ、多分夜は全然仕事しないですね、昼3時ぐらいでほとんど仕事が終わる感じですよね。午前中に、まあ、電話をしたり、コンピューターでちょっとカタ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 あのペーパーワークをして、午後はたまにお客さんに会ったり、そうですね、そんな感じ。あとは家のことを手伝うこともあります。例えば庭の野菜とかね、庭仕事、お父さんは料理はしないけど片付けをします。お母さんが作った料理を食べて、その後皿を洗ったり、そういうことをします。ちょっとうるさいですね、外ちょっとうるさい、隣の家の、草刈りですね、これは草刈り、草を刈る、草刈りがちょっとうるさいですけど、はい、お父さんのルーティンでした。じゃあ次回はお姉さんにしますかね。お姉さんのルーティン話したいと思います。それではチャオチャオ、アストレゴ、またね、またね、またね。